スティンカボッドは楽天的で無効水、そして何でも試したがる。子供の頃からクラス1の変わり者で、突飛な悪ふざけが大好きだった。卒業後、彼はたくさんの仕事に就いた。ペンキを塗ったり、セーター会社に自分の毛を売ったり。アンディリー・ウィムに出会ったのは、ビッグバナナサーカスで、二人はそこでワニと格闘する訓練を受けていた。